よっしゃうわ、こんなにバスっていたんすか。おお、バスいっぱい。ルアー取り合いですこいつもでもがっぷりいってるこれはバレへん。よし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 、縦にたっぷり。セール詰まるのに5匹ぐらいで取り合いになってました。いや、こいつはね、すげえポテンシャル高いんですよ。よっしゃあ、やっちまった、やっちまったよ。一番近いのが食っちゃいましたいやいや、他にもいたでしょ君。いステルス、ティムコの新製品ステルスペッパーなんですけど、特徴的なのはですね、まずこのペラですね。見てもらったら分かる通り、すごい極薄のペラがついています。で、素材自体がですね、ステンレスのバネ材を使ってるんで、すごい弾力があって、当たった際にもですね、あの物とかに変形しにくいっていう、まあ、薄いがゆえに変形してしまうんで、そこをその素材の方で補っているという形ですね。で、まあ、この 0.2 ミリという薄さが、このペラのですね、レスポンスを上げて、超低速でもきっちり回ってくれるっていう、バスを引きつける力っていうのはすごい強くて、まあ、多分このペラが、回転して金属の擦れる音っていうのも、あのアピールになっていると思うし、あと光をですね、このペラで反射してキラキラキラっとこう輝くことで、遠くのバスとかもかなりの確率で引き寄せてくれるんで、サーチベイト的にも使えるし、食わせにも使える、すごい便利なルアーになってます。このフェミックエリートエナジーの 67UL パワープラスっていう、まあ、6フィート7インチの比較的長めのレングスで、あとパワーがあのウルトラライトより若干強めの竿ということで、まあこういうハード系のプラグをですね、バスがバイトした時に、まあ、この長くて柔らかい、かつでもパワープラスで若干パワーが強いんで、それで、バスの口にしっかり針をかけるっていう、まあ、弾かずに口の中に吸い込ませて、でなおかつパワーで、バスの口を貫くっていう形を、考えてこの竿を使いました。ステルスペッパーを、まあ、やる上では、理想的なロットだと思います。基本ステルス自体はスローシンキング設定のダブルスイッシャーなんで、自分の好みに、まあ、リトリーブスピードなり、このフォールさせてカウントダウンして沈ませるなりすることで、
泳がす泳走を、まあ、ある程度コントロールできるんですけど、基本的には、スタイルではやっぱり水面直下、まあ水面に波紋が立たんぐらいで、まあ、ギリギリまあすぐ泳いでるっていうのが基本で、で、まあ、それに対して異常に反応するバスっていうのも多いんですけど、ただそれだとちょっと水面近くにまではちょっとなんか怯えた感じで出てこないバスっていうのもいてるん で、あとボトムを意識してるバスですね、そのベイトを食べる場合に、でそういうやつの目線に合わせるために、まあ、若干キャストしてから一旦沈ませて巻き始めたり、リトリーブスピードを落としてこちらからあの水深泳ぐ泳走を下げてやるっていうのが結構魚をの超過を伸ばすキーになってきたりもします。グロッキーの方がより泳走コントロールしますね。よし来た、まあ、竿の長さとトルクがあるんできっちりフッキングして寄せてきてくれます。おお。よっ、おお、よし、やっぱりおったな。一回出たんでゆっくり巻いたらついてきてましたね。おお、はい、おお、おお、まあ、エナジーに関しては手組んだ同様すげえ竿のトルクが強いんで、まあ、我慢してたら魚が浮いてはきてくれます。おお、コロンコロン餌食ってるって感じです。ステルス反応いいですね。うわ、食え、惜しくた、しゃあ、うわー、でかい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 、うわあかん、下はあかんよ、出た、よっしゃ、うおー、うわあかん、よっしゃ、気外れた、よし、よっしゃー、取った、イエーイナイスナイス、出ましたステルス、もうがっぽりいいとこ、もうダブルフッキングでこれだともうバレないですね。いいとこ上がってます、コンディションもいいし、めちゃめちゃいきましたよし、よし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 、食った食った、でかい、あ、これでかいわ、おお、しゃ、もう勘弁して、よっしゃー、でかい、ふわーの口でステルスやりました。